先生どうもご紹介ありがとうございました。昨日と今日と皆様大変お疲れのことと思いますので、長くならないように時間にやってみたいと思います。それで NMDC 研究員って、何をしてるんだろうとちょっと思われてる気がしたので、ここからお話を始めたいと思うんですけど、2011年の4月に NMDC が始まりまして、でその時、地震があったのが3月ですので、その直後でなかなか大変でしたけれども、その PBCS の一部の機能、この左の図に書いてありますそのカタログ横断検索アーカイブっていう機能と、それからあと広報の、機能が一旦その NBBC に移りました。で、その後、6年半経ってるんですけど、9月に新しい方も変えられて、今10名体制になっています。それで、地震の後ということで、結構その横断検索みたいにそのたくさんの、サーバーを使う、ものに関してはやはりその電力の問題とかもありまして、なかなか、いろいろおろおろというかですね、混乱した、記憶があるんですけども、で、現在の役割としましては、書きましたように、そのデータベース統合の4ステップに沿ったサービス群の運用拡充と開発というのを、行っておりまして、それで、日本の生命科学系データベースの、全体の統合を、何とかして進めようと、しています。それで、その NEC の中では事業の4つの柱の1つとして、ポータルサイトの、運用と構築運用というふうに書いてあると思うんですけど、その1つとして、他の3つであります、その左の図にありますそのその各分野の、統合推進、これは統合推進プログラムが担当してくださっていますが、それから基盤技術開発は先ほど大戸先生がお話しされた、DHS がされてますし、戦略立案は主に、NEC の企画運営室の方でやってるんですけども、それらをつなぐ位置づけで動いてまして、そして省庁間でも連携しつつ進めています。そのことはちょっと後で触れます。タイトルにその、わとわというふうな、わとわという、タイトルを、入れたんです、あ、ことは入れたんですけども、ちょっと私たちの、役割としては、データとユーザーをつなぐ、あれはデータとデータの間とか、ユーザーのユーザーの間とか、そういう、間をつなぐ、その、わとわみたいなものなんじゃないかとちょっと思いまして、とはいえ、単なる言葉遊びなんですけど、その、っていうのは、リンクとか、サイクルとか英語で意味があります。で、サイクルは循環という意味も日本ではなると思うんですけど、それから、下の漢字の和っていうのは、ちょっとこじつけですけど、その、みんなで仲良くデータを使いましょうというシェアリングとか、それから、あと日本という意味もありますので、日本のデータとかユーザーとかを、つないでいこうということでちょっと書いてみました。でデータベース統合の4ステップと先ほど申しましたけれど、これは、左にありますようにそのカタログ、つまり、データベースが見つかるようにする、それから横断検索、これはデータベースの各ページエントリーが、1箇所から、検索できるようにする、それからアーカイブというのはデータベースをダウンロードして、ライセンスとかも整理して自由に使えるようにする、それから最後のデータベース再構築連携というのは、そういうダウンロードして自由に使えるようになったものが、お互いに結びつけてくるなどして、再構築された状態を、実現するというふうなことで、今日お話しするそのカタログ、横断検索、アーカイブ、それからヒットデータベース、RDF ポータルというのは、この線に沿っています。で、このステップの図は、初日の昨日の高木センター長が、申しましたように、その6年半ぐらい前に、省庁連携とかの、関係で、整理されたものですけど、いまだにこれが生きている。それにまたフェアというのが最近流行りですので、そういうのとつながっているというふうな感じになっています。で、最初にまずその第一段階であるデータベースカタログなんですけども、その書いてありますように、
その国内外の1600以上のデータベースの素材を収録しておりまして、次に国内の生命科学系データベースのほとんどをほぼ網羅するに至りました。で最近、RDF の公開、おととい公開されまして、それからフェアシェアリングと共同研究して、で、左の図にありますように、その、日本のデータベースの情報とそれから海外のデータベース情報を交換して、それぞれ、海外に見せたり、日本で、海外の、検索のデータベースの検索もできたりするように、しようとしています。それから、右側に、ありますのは、説明、類似データベースの情報を提供して、説明文のやタグとか、それから、説明文とかタグから、類似度、データベースの間の類似度を算出しまして、でそれを、ベスト10を並べることによって、ユーザーの方に、このデータベースには、他にも似たようなこういうデータベースがありますよっていうのを推薦するような機能を作っております。で今の類似度ですけれども、それを、左にその先ほど申しました作り方についてちょっとまとめてあるんですけども、それを、クラスタリング、マップを作成してクラスタリングして、数十のクラスターに、まとまっています。で、ちょっと上位のクラスターについて色分けしてあるんですけど、それらについて、特徴的な、説明文中のワードであるとか、それから、タグ、について、ワードクラウドの形でこうやって示していますけど、例えばその RNA の、関係あるクラスターであるとか、それから、疾患、薬物に関するそのクラスターがあったりとか、そういう感じで、比較的、これが国内外1600のデータベースの、全体像といえば言えることになるのかなと思います。次に横断検索、第2段階の横断検索なんですけども、これも国内外で600以上のデータベースや文献を内部まで一括キーワード検索することができます。それで最近の拡充としましては、複数語のクエリを、これまで、検索されたようなクエリを解析して、でそれらから、その例えば、そうですね、遺伝子、データベースって言ったら、というふうな、検索をされると、そうすると、それらについて、さっきのインテグバイオデータベースカタログを、上位に、紹介するというような、そういう順位に反映するようなことも、行っています。で、段差段階としては、アーカイブとさっき申しましたけれども、ヒトデータベースも、ちょっと関連する形のこの2つについて説明しますと、アーカイブに関しては130以上のデータベースをダウンロード可能にして、それでデータの再利用を推進しています。それから、相関連携や統合推進プログラムの成果も、収録とかそういうのを、たくさん収録しています。で、論文での引用や評価を受けやすくするために、DOI がそれから大きく付与しています。最近付与しました。それから、サイエンティフィックデータ誌の推奨レポジトリに採択されましたので、論文を投稿される際には、ここにデータを置いて、投稿することが可能になっています。で、アーカイブでは、単にダウンロードできるというだけではなくて、さまざまな、使い方ができるように、してありまして、特に表形式データに関しては統合 DB というソフトウェアに載せて、そうすると、Excel みたいな形で閲覧や絞り込みダウンロードや横断検索やそれから配列検索、これは統合 DB とかじゃないですけど、それから、簡易 RDF 化も、統合 DB でできるので、それらに機能を 提供して、それで、サイトの運用が、例えば研究費が枯渇したりしたときに、困難になってしまいますが、そういうようなケースでも、引き続きアーカイブの方で、データをある程度は、データベースとして提供していくことができるような状況になっています。で、また、ここに、表形式、これが統合 DB のソフトウェアの、インターフェースですけど、OpenDBBase というデータベースに関して、示しています。
それで、それの、まあ、これにはあのバーチャルスライドという巨大な画像があるんですけども、それは、オープンシードラゴンというソフトウェアによって、まあ、巨大画像ビューアーを、用意していまして、これを使うとあの Google マップと同じように、拡大縮小がものすごくスピーディーにできるので、まあ、本当に、あの強拡大 最大に拡大するまで、あっという間にあの一瞬でできるということで非常に、こういう使い方もできるという、例です。それからさらに、先ほど奥先生が話されたチップアトラスやそれから DBCS で、公開されている統合 TV やそれから統合ピクチャーギャラリーなどのファイルの、置き場のような形でも、使っていて、まあ、非常に多様な使われ方が最近はなされています。それから、ヒトデータベースについても、ご説明したいんですが、これも、まあ、先ほど申したのはそのアーカイブですけど、そのヒトデータの場合は、個人情報の保護や倫理的側面に配慮する必要がありますので、それで NBDC のヒトデータベースはそのように配慮した人個人ごとのデータも共有できる、そういうデータアーカイブです。で、DDBJ の協力で2013年の10月に開設されていますけれども、その後、着実にデータが増えていて、でまあ、約60の研究課題からのデータが公開されて、NBDC の新しい顔の一つになっています。NBDC とここだと思っていらっしゃる方もいるようですね。で GA4GH のビーコンネットワークにも参加していて、それであのここの左のところ、ここですね。ここから接触対象の位置とアレルを指定して検索するようなことができます。さらに最近、グループ共有データベースを構築しました。これは公開前のデータも研究グループ内でデータ共有ができるようにするものですけれども、ただし、一定期間、ここに書いてありますけど、一定期間経過後に NBDC 人データベースなどの公開系データベースからの公開が見込まれるようなデータに適用するということで、最終的には、この一旦は、まあ、非公開の状態で、受け取ったものを、最終的にはこの公開する形に持っていくというふうな流れを作ろうとしています。さらに、今年度からは、データの利用を促進するために統合バーという新しいサービスの開発に取り組んでいます。で NBDC 人データベースなどにあるその NGS データを、そのデータによらず同一のパイプラインで、解析して変異情報に変換して、そしてさらにまとめて統合します。そしてそれを、LDAC やクリンバーやプパブメドや PMC などから、変異の情報や、まあ、文献から、抽出した変異の情報を、合わせまして、そして、日本版の、変異統合データベースを、作ろう。そして、これらの、ユーザーの方々に、提供しようと計画しています。そうすることで、人データベースへのデータ登録も促進されると期待しています。で最後に、この第4段階であるそのサイトチップ連携について、RDF ポータルの説明をしたいと思いますが、DBCS の、まあ、後藤先生も紹介してくださったので、手短がいいかなと思いますが、そうですね、先ほどお話があったようにその DBCS で作られている RDF ガイドラインに基づいて高品質の二重データベースがこのように登録されています。それで、まあ、これはトップページなんですけど、まあ、クリックすると、まあ、このここをクリックすると、まあ、二重のデータベースにするとどれぐらいの規模のものであるかが見えます。で一番大きいものだと最近入った直前に入った200億トリプルの DDBJ とかもあります。でこれをさらに、詳しく見ますと、まあ、メタデータとか、それから、特徴としては、こういうスキーマ図と呼んでいますけれど、データの構造であるとか、それからサンプルクエリが、まあ、1個なし複数提供していて、それで、まあ、とりあえず、実行してみるということが、可能になっております。で、あと、はい、先ほども言いましたように、おとといには、インテグラルデータベースカタログも、入りまして、これが他のデータベースとの間をつないでいくことにもなるのかなと思います。先ほど申し上げたように200億トリプルとか入ってしまうと、他のデータベースとちょっと一つのトリプルストアに入れられませんので、今は、複数 RDF ストア体制に、移行中というか移行してみました。で
間が過ぎてしまいましたので、そうですね、中にはニッカジン RDF についても、ニッカジン RDF に入っていまして、これは化学物質を統合するための、海外のそのパブケミや、それから、ケンブルと、それから国内のさまざまな化合物データベースを、つなぐ役割を果たしてくれるものと思っています。スパークル検索は結構、ちょっと馴染みでない方のために、ちょっとかなり省略しますけども、GUI で、例えば化合物とを、ある量子圏を、生じる化合物について、スタートとゴールを入力すると、そうするとデータ構造の中で、化合物から、量子圏までをこうつなぐルートを、見つけてくれて、そして、それをスパークルに、変換してくれて実行すると、こういうふうになるというふうな GUI で、スパークルを実行することもある程度、進めていますし、それから T さんが作られているロドカというものでは、自然分で、ウィッチコンバウンドコーディスハイドロハイバートロフィーというふうな、英語ですけど、質問を入れると、そうすると、頑張って、この化合物が、引き起こしますというふうなことが出てきます。ごめんなさい。で、最後に、関連ポスターのリストを、指名しました。謝辞を申し上げたいんですけど、EBCLS をはじめとする共同研究者の皆様、それから多少庁の、データ取りまとめ機関の皆様、それから統合化推進プログラムをはじめとするデータ提供者の皆様に厚く、申し上げます。ありがとうございます。